覚悟するがいい、ソニック。貴様への憎しみを全て注ぎ込んだ究極兵器が完成したぞ。敗北の歴史、屈辱の記憶、この究極兵器で1兆倍に世界してくれるわ。わしの長年の夢、エッグマンランド、いやエッグマン帝国による世界征服が現実となるのじゃ。 ソニック、街にエッグマンの大群が押し寄せてきたよ。早く助けに来て。待ってろ、大ルセ。すぐ行くからな。のんびりしている場合じゃなさそうだな。フルスピードで駆け抜けるとするか。こいつは大物だな。この辺りが砂漠になっておいてよ。後片付けも大変そうだぜ。 エッグマン、終わるのは貴様の方じゃ。ソニック、味わうがいい。わしの新たな力を。シャドウ、お前、ザーボック、メタル、カオス。 エッグマン軍がどうにも止まらねえ。ソニックがいなくなったことでみんな弱気になって戦いにならねえ。ベクターまで弱気になってどうする。私今でもソニックが一緒にいる夢を見るの。もしかしてソニックは、俺もそう思いたいが現実は、ソニックはいない、そしてテイルスも行方不明のままだ。今はあの二人抜きでやらなきゃならない。その通りだ。我らはこの半年間奇跡を願ってきたが、 やはり奇跡は自分たちで起こすべきだ。みんなエッグマンの大群に怯えちまってる。みんなを勇気づけるためには、戦いの優劣は物量じゃないってことを見せてやらないとな。でも怖がらない人もいるよ。今日も新入りが来るんだよね。ああ、市街地の生き残りだとか。
ナックルズ、戦況はどうなってる？お前らの無事だけが吉報だ。グリーンヒルの防衛戦がエッグマン軍に破られた。報告によると防衛隊はソニックをやったあの野郎。悪い、言葉にしたら思い出しちまって、野郎を見て震えるだけだったってよ。こいつ以外はな、こいつはあの戦いを生き抜いた大したやつだ。俺たちの新しい仲間になる。 頼りなさね。言うじゃねえか、チャーミー。先輩として可愛がってやるよな。新入り、こいつを持ってけ。頑張れよ。よし、じゃあ行くぜ、みんな。世界を取り戻すぞ。 聞いてくれ、大ニュースだ。ソニックが生きてやがったぞ。なんだって、嘘じゃないだろうな。本当によかった、ソニック。私ずっと信じてたわ。ソニックは宇宙の監獄にぶち込まれてる。報告によると、ソニックは何ヶ月もそこでただひでえ目に遭わされ続けてるらしい。なんてこと、早く助けに行かなくちゃ。 救出作戦ならもう始まってるぜ、エイミー。シャトルを拝借するための部隊がケミカルプラントのスペースポートに向かってる。行くぞ、昔ながらの武者破りだ。 Thank you.
敵を引きつけているうちに行くぞ。頼んだぜ。シャトルがなきゃソニックの救出に間に合わねえ。発着場は今のところ静かよ。警戒態勢が敷かれないうちに早くシャトルを。ファースト。どこが悪いのかすらわからないや。ごめんね、いつか修理を。ん？うわ、カオス？ソニック、助けて。ソニック、ソニック、ソニック、生きてたんだね。あれ、え？君は別の世界のソニックだよね。なんだ、そういうことか。でもあれ、どうやってこっちに？もしかしたらエッグマンのあの謎の力が次元の境界をおかしくしているのかも。それが偶然僕を助けた。いや違う、偶然じゃない、必然だよ。世界を救うために君はここへやってきた。きっとそういうことさ。どっちにせよソニックに会えて嬉しいよ。君がどっちの世界のソニックでもね。レーダーによるとエッグマンはこの先にいるみたいだよ。どこに敵が潜んでいるかわからないから慎重に進んでね。今度のエッグマンは何かいつもと違う、そんな気がするんだ。
動してるみたいだけど、エッグマンと一緒にもう一つ強い反応、もしかしてあの時の怪物。無駄な抵抗はよせ、そして消えろ。貴様の恐怖心を感じるぞ、絶望に落ちた弱き心。実に甘美だ。恐怖におののき無様に泣き叫べ。うまくできたら見逃してやるぞ。ナックルズ、聞こえてる？ルージュ、遅えぞ。ソニックの様子はどうだ？あんまり良くないわね。もうすぐソニックは宇宙に廃棄されるわ。なんだって？もともとエッグマンはエッグマン帝国の完成をソニックに見届けさせた上で、絶望とともに宇宙に放り出すつもりだったらしいので、それまでの暇つぶしにソニックをいたぶってたってわけか。エッグマンの野郎、許せねえ。エッグマンは私たちの救出作戦に気づいて予定を早めようとしているわ。もう時間がないわよ。でもソニックは一体どこに囚われているの？デスエッグよ。エッグマンはまたあの宇宙要塞を復活させたの。デスエッグってマジかよ。ありえねえだろ。ありえねえことなんてねえよ、ベクター。戦争中は何だって起きら、みんなやることは分かってるな。ソニックを取り戻しに行くぞ。よく聞け、新入り。他の仲間は敵とやり合ってて動けねえ。どうやらお前の通るルートが一番の当たりだったみたいだ。ソニックの救出はお前にかかっている。必ず見つけ出せ。収容所みたいな牢獄に監禁されているわ。多分ソニックもそこよ。警備が厳しいけど頑張ってね。この部屋も外れか。くっせ、こっちはまだ応戦中だ。足止めを食っちまってる。使われていた形跡があるぜ。他にも仲間たちが大勢投獄されていたようだ。許せねえ。エクマンとエクマン軍は必ず撃ち倒せ。まずいわね。警戒レベルが最高まで上がったわ。ソニックの気配を感じる。この近くだ。
様の最後だ、ソニック。よう、どうした？俺をパーティーに誘いに来たのか？でもエスコートがお前じゃな。おっと自由になれたことだし、エスコートはもう無用だぜ。哀れな奴よ、その程度で自由だと調子。現実というものを思い知らせてやる。現実を思い知るのはザボック、お前の方だぜ。これは相手にどれだけ楽しませてくれるか。降りてきて刺してやるなら、すぐに終わらせてやるぜ。貴様が苦しむ姿、ここからゆっくりと眺めさせてもらう。面白かったぜ。次はもっといいおもちゃを持ってくるんだな。どこかで。おっと、それどころじゃない。早くここを出ないと。